帰りで、前はすぐ釣れたけど、最近あんま釣れねえけど、釣れるときは1キロ以上の大体釣れるよ。バクさんに言っといて、俺のとっておきのポイント教えてやるでって、なんだっけ、イカ、もうどうしてもイカが釣れてるときにそこに行けば、まあまあ釣れるっていうところ、ちっちゃくてもいいから。ここはさ、ここのに立ってさ、こっちの俺がよくだからその辺見てるんだけどさ、そこに魚溜まってんだよ。あとこそこの、そこからこっち投げるんさ。まあでもこの辺はどこでも偉いな。前本当に昔なんこの辺で1日10杯ぐらいいつも釣ってたんだ。さっき帰ってこの辺にいたんだ。まあ、そういうことはこの辺に上にいるってことだよ。さっきは何か銀色の、晴れてるでしょ。こんなとこにさ、立てるやついねえなと思ってたんだけど。うわ、すげえな。おお、あんだ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 。銀色の何だこれ。あ、なんかサメがいるな。うん？サメ？サメがいる。サメかサメか。追っかけられてる。近づくとなくなっちゃうやん。向こう行ったんか。なんか上にいるの。ねえ、この前からずっといるじゃん、あれが。あんな跳ね方してるのが。で、中島さん投げたらあれ釣れたんだもんな。なんだっけ、ハガツオが。俺のこれを食わなかった。中島さんのグロージグに食ってなんでやねんと思って。はい、64。おお、今そこで暴れてるやつか。あ、うん。今なんかすげえ寂しい声が来てるって。
なかなかのもんやで。いいよ中島さん、やってない。あ、いい、大丈夫、やってない、チャンスチャンス。針掛かり浅かったら網使った方がいいで。あーやばい、俺のとこだな。じゃあ強制あれだ。あ、中島さんあれだよ、竿立てた方がいいで。うん、立てといた方がいいよ、あの落っこっちゃうから。そこに立てていけば大丈夫。うん、そうそうそう、でフリーにして。うん、おお、強引だな。最近栄養が足りてねえんじゃねえか。針掛かりがいいもんな。よし。あ。おお、二本かかってない。こら取れねえわ。おお。悲しいお知らせなんだけどさ、うんこしてる。なあ、うん、大体こういう時釣るんだ誰か。うっさ。あ、うん、任した任したおい、行くないな。置いてくないな。
でっけえコブダイがいたな。コブダイですか。うん、な何を取ろうとしてる。最初はなんかチビイカを取ろうとしてる。チビイカいた、うん、その次になんかミノカサゴあ、イカいるじゃん、イカ。いっぱいだけでいる珍しいな。もう狙ってる狙ってる。あ、早っ。ほら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 。なんか取った。100g ネイブレア。3の字。うんこしてる間に東の風が吹いてきちゃったな。かった。ちょっと動きがてらあれか、沖流すか、そっちの沖の浅いところから。ん？5投目ぐらいなのに。新しいやつ。毎日行ってるん。平日毎日行ってるん。夜になると満潮狙いで。で、最近釣れてる。まだ私もらいって聞いてました。なんか40センチぐらいの大きな魚。すげえストイックな釣りじゃねえか。おーし、来た来たろ。うん、いや今魚映ったで。映ってるもん。今チャンスチャンス。魚じゃないです。さすが名人。中層。上下してる感じは。
気持ちいいなんべ。逃さないぜ。ナイスベラ。何？中さんの。閉めといた方がいいで、濡れるから。